本日はここ大阪ドームより大阪近鉄バファローズ対オリックスブルーウェーブの模様をお送りします。実況は私太田慎一郎でお送りします。本日もバファローズスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー影浦影虎、キャッチャー的山、ファースト吉岡、セカンド水口、サード中村典弘、ショート阿部正弘、レフト坂田三吉、センター大村、ライトローズ。バファローズの先発ピッチャーは影浦影虎。今日はどのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。迎えるバッターは谷。バッターは1番センター谷、背番号10。投げました。詰まった当たり、ランナー二塁を狙う。嫌なランナーを出してしまいました。バッターボックスに戸間和人を迎えます。戸間さん、対戦するのは初めてですね。よろしくお願いします。楽しみにしてたずら。ランナー走った、二塁へ、タッチしてアウト、盗塁失敗、ワンアウト。大きく振りかぶって投げました。速球ストライク。3球目投げた、スリーバント、一塁へ、アウト、ツーアウト。次のバッターはブラウン。アウトカウントはツーアウト。投げました、詰まった、ピッチャー影浦影虎取りました、スリーアウト。先発影浦影虎、無難な立ち上がりです。本日のブルーウェーブスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャーマック鈴木、キャッチャー日高、ファーストシェルドン、セカンド戸間和人、サードオーティズ、ショート進藤、レフトブラウン、センター谷、ライト不吉レイサブロー。マック鈴木、今日はどのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。バッターボックスに大村を迎えます。バッターは1番センター大村、背番号7。投げた、ボール、カウントはノーワン。投げた、ストライク。3球目打ち上げてしまいました。レフトへ、レフトブラーン取りました。これでワンアウト。迎えるバッターは水口。アウトカウントはワンアウト。ど真ん中、カウントはワンダッシング。打ち上げてしまいました。ファーストほぼ定位置、取りました、ツーアウト。ローズ、本日初打席、今日はどうでしょう。ツーアウト、ランナーなし。投げました、打った、ショートゴロ、一塁送球アウト、あっさりスリーアウト。先発マック鈴木、見事な立ち上がりです。ブルーウェーブはこの回4番シェルドンから、
1球目投げました。打った、レフトバック、フェンス直撃、2塁へ。フェンス直撃の痛烈な当たりでした。次のバッターは引き継いでイサブロー。守備は定位置で併殺に取ればええんやろ。初球から行くぜ。打ち上げた、レフトへ、アウト、ワンアウト。バッターボックスは副島。指名打者副島、背番号1。投げた、初球を打った、センター返し、ランナー二塁でストップ、シングルヒット。オーティズ本日初打席、今日はどうでしょう。先制のチャンス。投げました、打った、ライト線、惜しくも切れました。カウントはワンナッシング。バットが回った、カウントはツーナッシング。二塁へタッチしてアウト、これでツーアウト。投げた、空振り三振です。決め球は直球。ブルーウェーブ先制のチャンスを生かせませんでした。バファローズはこの回4番中村典弘から。バッターは4番サード中村典弘、背番号5。打ち上げてしまいました、センターへ。センター谷、守備範囲でした。これでワンアウト。バッターボックスに坂田三吉を迎えます。投げました、打った、センター前、センター谷、追いついた、これでツーアウト。次のバッターは吉岡、ツーアウト、ランナーなし。投げました、詰まった当たり、ファーストシェルドン取りました。これで3アウト、チェンジです。2回の裏を終えました。2回の裏バファローズわずか3人で攻撃を終えました。影浦影虎軽快に飛ばしております。ブルーウェーブこの回は下位打線からです。大きく振りかぶって投げました、インコース、ストライク。大きく振りかぶって投げました、スリーストライク三振。決め球はカーブ。迎えるバッターは日高。バットが回った、ワンストライクノーボール。投げた、引っ掛けた、ファーストゴロ、アウト、ツーアウト。
バッターボックスは谷。センター谷。背番号。アウトカウントは2アウト。大きく振りかぶって投げました。アウトコースいっぱい。大きく振りかぶって投げました。ストライク。大きく振りかぶって投げました。ストライク。三振。決め球は直球。3回の表を終えました。3回の表、ブルーウェーブ、わずか3人で攻撃を終えました。マック・鈴木、まだ疲れは見えません。バファローズ、この回最初のバッターは阿部正弘。バッターは7番、ショート、阿部正弘、背番号41。内側に外れた。投げた。空振り。カウントはワンエンドワン。投げた。ストライク。ツーストライクワンボール。バットが出ません。最後は速い球で三振に取りました。迎えるバッターは的山。ワンアウトランナーなし。初球を打った。セカンドゴロ。アウト。ツーアウト。次のバッターは三原新平。アウトカウントはツーアウト。投げた。内野ゴロ。一塁へ。アウト。スリーアウト。0対0。序盤の3回を終えまして、試合は中盤に入ります。影浦影虎、まだ疲れは見えません。ブルーウェーブはこの回2番戸野間和人から。戸野間和人。相手が誰かて全力でぶつかるだけや。力には力づら。大きく振りかぶって投げました。内野フライ。ファースト吉岡取りました。これでワンアウト。迎えるバッターはブラウン。ワンアウトランナーなし。投げました。バットが回った。思い切ったスイングです。バットが回った。ツーストライクノーボール。第3球投げました。ボールはフラフラっと上がった。取りました。これでツーアウト。迎えるバッターはシェルドン。シェルドン。背番号12。ストライク。思い切ったスイングです。ジャストミート。一二塁間。二塁を送った。シングルヒット。バッターボックスは引き継いでイサブロー。不吉さん、この打席も打ち取らせてもらいますよ。さっきの打席で球筋は見えた。投げた。打った。サードゴロ。アウト。これで3アウト。チェンジです。ブルーウェーブ
先制のチャンスを生かせませんでした。マック鈴木軽快に飛ばしております。バファローズまだランナーが出ておりません。この回の攻撃は1番大村から。センター大村背番号7。ちょこんと当てました。ショートゴロ一塁送球セーフ。内野安打になりました。バッターボックスに水口を迎えます。水口本日2度目の対決です。ノーアウトランナー1塁。投げました。低めに外れた。ランナーを警戒しているのか。1球外してきました。ノーストライク1ボール。直した。1塁線ランナー2塁を蹴った。シングルヒット。次のバッターはローズ。先制のチャンス。バットが回った。思い切ったスイングです。投げた。インハイ。